10年前のナンジェイミン、松井秀喜が日本人の限界だよな。2014年のスレです。メジャーでこの成績超えられる日本人なんか出てくるんやろか。想像もできんな。正直全く想像できんけども、しこえるようなやつが出てきたらめっちゃ盛り上がるだろうな。打撃はマーコスの無理だろうな。ロッキーズ行けば可能性あるかもしれんけど、松井どころか城島、井口レベルももう無理だぞ。打点になってるし、しかもヤンスタ所属の左打者だからな。それ超えるのは無理や。超えるやつが出てくるかもって考えるだけでワクワクする。出てくるわけないだろ。冷静に考えろ。31本だぞ。 W31 本って普通にアジア人では無理だろ。筋肉が違う。大谷が二刀流で遊んでないで打者に専念して札幌でも35、40発狙えるスラッガーになればってくらい無茶な仮定をしないといけない。大谷はさすがに草。このスレを見た2024年のナンジェイミン。大谷覗くと実際当たってるな。大谷を覗いて何が実際なんだよ。まあ大谷は日本どころかアメリカでも日本人って見られ方されてないくらい突出してるからな。まあ正直メジャーで30とか想像できんやったわ。柳田とかが仮に言ってても無理やったろうし。10年前って最近な気するけど、大谷無双は想像できなかったんだな。30本打とうと思ったら単純な打撃技術やパワーだけじゃなくて頑丈さも必要なのがきついよな。鈴木は700打席立てれば上振れするシーズンなら30狙えるかもしれんが、現状の鈴木を見てるとそんなに打席立てるほど試合出られなさそうだし。